それではコンシェルジュさんのコーナーに行きたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。はい、女王様の別室のコーナーとなりました。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。え、今日ね、キリンさんすごくご機嫌でしたね。ね、本当ですね。密になく、密になく、自然な感じでどうしようかと思いました。って大事ですよね。ね、そこ遮るの大変ですよね。でしょうね、皆、ね、さんも ね、そうですね。私ね、まあ、空間デザインっていうお仕事の他にですね、実はSNS の専門家としての仕事もやってるんですね。うん、でそれで、今回は AAOというプロジェクトを、おかげさまでクリスタルさんと、うん、うちのファイブスターダイモンズという会社 の、 コラボで、ね、タイアップ強い、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それをちょっとだけアナウンスさせていただこうかなって思ってます。ぜひぜひお願いします。実は、うんうん、7月7日っていう七夕のね、すごくおめでたい日に、発足いたしまして、ファイブスターダイヤモンドとすると、ページ AAO のページって、はい、ね、なかなか皆さんページとグループっていうのがね、そうなんですよ ね、ちょっとね、なんか分かりにくいかもしれないんですけれども、 Facebook、うん、の中にあるグループじゃなくて、うんうん、ページっていうのと、まあ、グループって、まあ、あんまりね、皆さん考えなくてもいいと思うんですけれども、視聴者の方もそこのね、グループっていうとこね、81810、クリスタルって調べる段階で、すでにその楽しそうなグループが下町応援団として出てくるんですね。でそこでね、みんな投稿しているんです、楽しげに、うん、だからどんどんそこに入ってきてもらってね、自由に、投稿できるので、一応まあ、テーマとすると下町とかね、人情とか、まあ、おかげさまでありがとうっていう気持ちに通じるようなね、あんまりネガティブじゃない投稿明るく楽しいやつ、楽しいやつ、そうなんです、そうなんです。で、私ね、岩手出身なんですけど、あ、そうなんですか。そうなんです。その、メンバーっていうか、書いてる方が、一般の方なんですけれども、遠野の方になんか旅行されたみたいで、岩手の方の昔の、昔話で有名な遠野って知らないね。ごめんなさい。知ってる。ねえ、ほら、年代的に知ってる人は知ってる。あ、年代じゃないか。結構ね、うん、昔のクラシックなことを大事にしてたりとか、あと民話、民話のふるさとって呼ばれて、遠野、はいはい、ってあるんですね、うん、そこを旅行してきた人が、まあ、遠野はこんなとこですよっていうとこを、結構ほら、Facebook って画像がすごくいいので、そうですよね、うん、文章はね、遠野のここみたいなことしか書いてないんだけど、あ、わかるわかるみたいな、ね、アイケンチがいいですよね。そうなんですよね、パッと目に引く写真があると。そうなんですね。だからね、デシコちゃんもちゃんとこの前やってくれてましたよね、うん、下町の何でしたっけ、私浅草あ、浅草だ、そう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 、ね、浅草でしょ。あとここら辺もね、門前仲町とか本当に下町情緒たっぷりなの で、ね、もしかしたらね、ここの商店街の方たちなんかも、うん、そこのところに気軽く入ってきてもらって、なんかね、こんなのやってますよとかなんかって言ってくれたりすると、すごく嬉しいですよね。そうです ね、みんなでね、え、そう、あと4年後には実はオリンピックが、そうだ、知ってます、もうすぐだ、もうすぐでしょ。今ねリオでもね盛り上がってるけど、ね、実は4年後ってここら辺で、もしかしてほら金メダルのパレードとか、あ、ねえ、だからここでほら、なんかじゃあ金メダリストをちょっとお呼びして、わあ大変なことになるでしょ。でも本当ね、そこにつなげるような、うん、楽しいグループにね、下町としてこう育ててって、だから、それ先ほどおっしゃったように、メダルだけじゃなくてね、本当に頑張ってる人をみんなでね応援したいなっていう、そういうこう、あそこは仮想空間の、うん、ウェブ上のものなんですけれども、リアルのこの素敵な場所があるのでね、そこでみんなでな、オリンピックに向けていろんな情報を発信したりとか、今日は誰々さんよねとか盛り上がったりとか、写真を撮ったりとか、そういうのアップできてね、そういうなんかその AAO って81810、うん、それは実はキリンさんの熱い思いがね、こもっているので、クリスタのメンバーももちろんですけれども、聞いてる方もね、なんか参加したいなと思ったら気軽にね参加してくれたらいいなと、女王様も思っております。
国民のみんなに、はい、国民のみんなに入るように8181丸です。丸でございます、はいはい、誰でも参加できるんですもんね。誰でも参加できます。うん、あの愛があれば誰でも OK です。素敵本当ね、あのみんなのためにと思ってる方が入ってくれたら一番嬉しいかなって。そうですね、はい、思ってます。ありがとうございます、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ね、皆様女王様でございました。